んにちは。ジャシップのチーフプロデューサーをしています、ハンマーダルシマー奏者の近藤彩音です。今回はですね、もう見ていただいて分かる通り、ハンマーダルシマーのチューニング風景を、シリーズ前編後編に分けてお送りしております。今回は後編ということで、10分以上のチューニング風景の後半5分を見ていただこうと思います。それではご覧ください。演奏者から見て右側のブリッジにある、音をチューニングしています。右の、ブリッジの音はですね、また私のこのハンマー、チューニングのハンマーも右手に構えて、バチも左手に構えてと、先ほどと、逆で、行うので、なかなか左利きの私にとっては右でハンマーを回すことが少し難しいところでもあります。本当に見ていただけるように、ハンマーをぐわっとね、1センチ2センチとか、あと一周回したりとかするわけではないので、本当に1ミリ以下の感覚でチューニングをしていくんですね。なので利き手ではないとなかなか最初当初は難しくて、弦を締めすぎてしまったり緩めすぎてしまったりということがありました。はい、よくチューニングをコンサートの前にしていると、周りにいる方々が、あれ今ハンマー動かしてる、なんていうほど、それぐらいね、ミリ単位で動かしてるみたいです。これもまだまだ私も難しいところでありますので、練習して上手くなりたいと思っています。BGM はブラームス作曲ハンガリー舞曲第5番でした。引き続きハンマーダルシマーのチューニングの様子をご覧いただいてますが、なんとチューニングが一通り終わったようです。はい、今一通り、合わせてみました。そしたら最後に、全体的にこう鳴らしてみて、自分の耳でこう、さらに和音として綺麗に当てはまってるかどうか確認し、ずれてるとこがあったらまたやり直します。このようにまんべんなく音を確認していくんですけども、やはり毎回1音か2音は、最初にチューニングした時とまたずれていますので、今も一つだけね、高い音のミの音がずれていました。ハンマーダルシマーの特徴として、一回チューニングして永遠にこう、ね、チューニングが続くわけではありませんので、なるべく綺麗にチューニングするということで丁寧にやっていきます。はい、こんな感じで、ハンマーダルシマーのチューニングはおしまいです。今ちゃっかりこの録音の時間を見てたんですけども、16分かかってますね。今日ちょっと遅いかもしれないです。今までで、最短で一番綺麗に仕上がったのは12分でしたね。潜むものではないんですけども、コンサートの前に時間がない時や、なんかこう早くこうチューニングしなきゃいけないシチュエーションになった時には、やっぱり早い方がいいのかなと思って、なるべく早く短時間でできることを私も常に目標にしてます。はい、本当にこのハンマーダルシマーを始めた頃は、30分とか40分とかかかってましたが、16分はいい方なんですかね。これで、綺麗に音を仕上げつつ、どんどんチューニングも上手になれば自分も嬉しいです。そうですね、なるべく早く綺麗に仕上げるっていうところを
目標に3人回ってきたと思います。